こんにちは、RE 戦国覇王です。今回は戦国覇王22号のフィギュアを紹介し、酒井忠次についてお話しします。まず、酒井忠次の簡単なプロフィールを紹介します。家紋は丸に型紙、出身地は愛知県岡崎市です。1527年に生まれ、1596年に没しました。松平氏の譜代、酒井忠親の子で、徳川家康の父、広忠の妹、薄井姫を妻にめとりました。家康に仕え、後世、徳川四天王の一人として名声を博します。三河吉田城を与えられ、この家継は、家康の関東移封後、下総の国薄井城で3万石、さらに、越後の国高田城で10万石を領し、子孫は出羽の国鶴岡城で17万石の大名となりました。それでは、今回の目次です。1. フィギュア紹介。2. 幼い家康を支えた重臣。3. 徳川家の大難。4. 盛り上げ上手の重臣。この流れでお話しします。戦国覇王第22号のフィギュアは、酒井忠次です。全身赤い鎧に身を包んで、采配を振っている姿です。この鎧は、朱塗り黒糸おどし二枚道具足と思われます。兜は図なりに数の脇立てとなっています。この鎧は、兜やすね当て等と一緒に、山形県鶴岡市の地道博物館に保管されており、期間限定で公開されています。酒井忠次は、松平氏の譜代家臣、酒井忠親の次男として、三河伊田城で誕生しました。元服した後、徳川家康の父である松平広忠に仕えていました。尾張の織田信秀が三河に侵攻し始めると、広忠は駿河の今川氏に助けを求めました。その見返りとして、息子の竹千代を人質として送ることになりました。竹千代は護送中に織田氏に奪われてしまいますが、今川氏は信秀の子である織田信広を生け捕りにし、人質交換で無事駿府に送られ、当時23歳の酒井忠次は竹千代に同行しました。竹千代は今川氏の下で元服し、元信、元康と名乗り、忠次は松平元康の家臣として変わらずに仕えました。弘治2年、松平元康は駿府から岡崎に戻ることを許されます。ところがその直後、織田信長に仕える柴田勝家が三河浮替城に千騎余りの軍勢を率いて攻め込みました。城を守っていた原田氏は岡崎城に援軍を要請。元康は酒井忠次を首相に大久保忠勝らを送り、これを退けることに成功しました。永禄3年、桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に敗れると、元康は独立して信長と同盟を結び家康と改名。忠次は家老となりました。永禄6年から三河で一向一揆が起こると、松平家に仕える本田氏や石川氏をはじめ、酒井氏も多くが一向一揆側につきましたが、忠次は家康に従い続けました。今川氏の支配力が低下した三河を平定するため、家康は東三河に侵攻を始めます。永禄8年には吉田城を攻め、忠次は先鋒を務めて城を包囲します。城を守っていた小原重実は忠次から人質を取って無血解除し退去することにしました。こうして家康は三河一国を統一し、この時の戦功で忠次は吉田城を与えられ、東三河の国衆を統制します。天正7年7月、酒井忠次は安土城の織田信長を訪問しました。天正3年の長篠の戦いのお礼ということが表向きの目的でしたが、実は徳川家に重大な問題が起きていたのです。信長の娘徳姫は徳川家康の嫡男である信康に嫁いでいました。その徳姫が父信長に対し、夫信康と義母築山殿が織田徳川の敵である武田勝頼に通じているなど12箇条にわたる訴状を送ったのです。信長は使者の忠次に事情を問いただしましたが、忠次は十分に釈明することができませんでした。こうして信長は家康に対し、信康の切腹を要求したとされます。忠次は信康のいる岡崎城を素通りし、浜松城の家康に報告しました。
家康は信長の要求に苦悩しましたが、結局築山殿を殺害し信康を切腹させることにしました。織田と徳川は同盟関係ではあったものの、力の差は歴然で、信長様に背けば徳川は滅亡してしまうかもしれないと家康は判断し、信康の処断を決断したというのが通説となっています。現在今回紹介した通説は疑問視され、信康、築山殿と徳姫が不仲であったこと、家康と信康の間に深い溝ができていたことが原因とする説も出されています。安土日記などによると、信長は信康を殺すようには命じておらず、家康の思い通りにするよう答えています。つまり家康は自分の考えで築山殿と信康を殺すことにしたということになります。不可解な点が多い事件ですが、信長に直接釈明することになった忠次も相当苦心したことでしょう。後に忠次が嫡男家継の所領が少ないことを家康に訴えたところ、そちも子は可愛いかと皮肉られて赤面したといいます。時は戻り元亀4年正月、前年の三方ヶ原の戦いで大敗した家康のもとに武田家からある句が送られてきました。待つかれて武田ぐいなき明日かな、松平別れ武田が類いなき存在となるだろうという煽り文句です。これを読んだ家康や家臣たちは激怒しましたが、忠次だけは違っていました。送られてきた句の濁点を入れ替え、待つ彼で武田首なき明日かなと読み替えました。これは松平は枯れず武田の首は明日にもなくなり滅びるだろうという句です。これに家康は満足し、正月に飾る門松の竹の先を信玄の首に見立てて斜めに切り落とし、句と一緒に送りつけました。こうして門松の竹を斜めに切ることが習慣になったといいます。他にも忠次が盛り上げ上手だったことを示す出来事があります。忠次はエビすくいという踊りが得意で、よく宴の席で披露していました。信長の前でも披露していたといい、家康が北条氏政と同盟を結ぶために会った時も披露して盛り上げたといいます。徳川家臣の中でもトップクラスの重鎮であり、街道一の武変者と呼ばれるほどでしたが、余興もこなす柔軟さがあり、家中の盛り上げ役でもありました。家康の15歳上で忠義の老臣酒井忠次は、家康のみならず徳川家臣団からも信頼される存在でした。天正16年10月、嫡男の家継に家督を譲り隠居することにしました。年齢のこともありますが、すでに目を患っていたためといいます。豊臣秀吉から京都桜井に屋敷を与えられ、慶長元年10月に屋敷で死去しました。徳川随一の忠臣酒井忠次の墓は京都市東山区の知恩院裏山の墓地内にあります。